どうも、エルザレトです。それでは、クリムセールズやっていきたいと思います。前回、能力がなくなったということなんでね、早く街に入って様子を聞いてみたいと思います。これでいいのか。あれ、騎士がいる。ようこそここはフラッドサイトか。あれだね、全然雰囲気変わるね。Are you all right, Christopher? クリストファー大丈夫？ Now look who's acting strange. おや、今度は君か。ほっといてくれ、母さんの料理が懐かしいだけだよ。いいことやわ。料理の味見に来たわけではないんじゃぞ。大聖堂へ行き、クリスベルの力を取り戻せるかどうか確かめねば。おー、やっぱ力がね、消えてしまったからね。クリストファー、君はここの出身だったな。大聖堂への行き方を教えてくれ。ああ、そうか。案内してくれ。君の腹時計の音をたどっていくから。ちょっとだけ待ってくれ。まずやらないといけないことがあるんだ。はあ。すまない。後で追いつくよ。クリストファー、パーティーを抜けた。ここで抜けるのか。マジか。ちょっとそれは、なんだろうな、火力要因だからさ、意外と大事だったりするんだよね。うん、じゃあ行きますか。This is so much fun! マリオは基本やっぱ帽子かぶってんだな。すごく楽しいよ。何が？ Isn't that dangerous? あれは危なくないの？そうだけど、でも、この街で楽しいことってあれしかないんだもの。そんな縛られてんの？あー、なるほど。ヤッホーやね。楽しいのか、あれ。やっぱマリオは排水管に入っていくの。あ、ちょっと待って、誰か。大変。その誰か私たちかもしれないよ。でも私の時間の力がないわ。助けられない。力があろうとなかろうと未来を導くことはできる。私たちが今日したことが未来を決定するんだ。マエストロ、おっしゃる通りです。行きましょう。マリオが流されていったね。とりあえず、セーブ。Shall we make a record of our adventure, Crispell? じゃあしとこっか。一応セーブスロットは4つらしいね。の前にちょっと探索するお宝ないかな。お、いた。You've been doing what? 何をしてきただって？どうして母さんと一緒にいないんだよ。Excuse me?なんだと？フラッドサイドが住むに至る場所になるようにずっと努力してきたんだぞ。それをお前は。クリストファー？なんだって？今はダメだ。取り込み中なんだ。無駄だ。聞こえていない。彼抜きでやるしかない。親子喧嘩ですね。あれ、でも、父親は父親でなんかしてる感じだね。反乱軍的な感じかな。全く思い入ったらありゃしない。少なくともティシアは山にはもう行かなくて済むな。死者が増えるだけか。で、これ衛兵か。ピーター。すいません、子供が水にさらわれるのを見たんです。おやおや、それで？それだけなの？それでだけ？俺には関係ない。そういうことをするために給料もらってるんじゃないし、遠慮しとくよ。手伝ってくれないってこと？とんでもない。誰か手を貸してくるやつを探しな。いけすかんやつやな。とりあえず顔面に刀投げとく。これひび割れ気になるね。バスケットコート、サッカーかな。うちの息子はまた水遊びしてるって言うじゃないでしょうね。行った方がいいかしら。やめといた方がいいですね。水遊びしてましたね。このフルートに合わせどうかしら。ああ、私たちは何をバカなこと言ってるの。いくら頑張ってもこのボノルヌがドレスになるわけではないのに。ああ、やっぱあれだね。市民の人たちは結構苦しんでるけど、
お城の人、聖堂の人って言った方がいいのかな。この人たちは全然何もしてないってことよね。またガキか。今度は何なんだ。すいません、子供が水にさらわれるのを見たんです。あとはいつもの手か。失礼。二度とその手には乗るか。消えろ。あーってことはなんかやらかしたんだ、自分たちが来る前に。しかもこんな武器持ってたらね、物騒だからね。これどうやって、さあさあさあ行こう行こう行こう。いやにしても動き細けえな。そのこうやってさ、あんまりクリスベルをさ画面いっぱいで見ることってなかったからあれだね。髪結んでたりとかいろいろ変わってんだよね。さあマリオを助けに。マジでマリオで下水道ってさ、もう意識しすぎだよね。まあ確かに日本のゲーム大好きって言ってたからわからなくはないけどね。うわー、大丈夫よ、助けてあげるから。あ、スライムじゃん。そこクリポーかノコノコであってほしかった。さあやっちゃおうか。ガード。スキル回復しかない。これさ敵見れないんだよね。毒スライムだが毒は効かないってことよね。これ毒与えて逆に時間経たせたらどうなるんだろう。よし、わかった。スキルじゃなくて、あ、そっか、能力使えないからどっちみち無理か。強いねー、ガード硬い。そうだな、攻撃しかないもんな。普通の攻撃ができない。できたできた、いいね。814とか8とかぐらいか。パリ、あ、いいね、完全にガードしたね。火力要員がいないときついね。6パリ、よし。毒にかかったらもうおしまい。さあさあ、でも毒ばっかしてくるんだったらこっちとしてはすごい助かるね。パリ、よし。あのさ、よく見たらさ、マティアスね、あのカエルくんもさ、意外攻撃するときボクシングローブつけてるんだよね。おまけー、痛い。絶対毒スライム回復すると思うんだ。あ、そろそろきつくなってきたね。そうそう、毒ばっかしてね、ガードで OK。 さあどんどん溶けてきたよ。タイミングがちょっと難しいな。さあレベルアップ。2人ともレベル5になったね。ウィルヘルマを覚えた。復元中。復元中ってことは、多分翻訳されてるから、可能性としては状態異常回復かな。大丈夫ですか？怪我をしてませんか？うん、大丈夫。助けてくれてありがとう。お姉さんも、お兄さんも。ごめんなさいね。もっと早く助けられなくて力がなかったの。
もうやめろクリスベル、自分が何を言ってるか分かっているのか。でもマエストロ、もし力があったら、力があったとしても全ての出来事を食い止めることはできないんだ。大事なのは助けを必要としている人たちのために正しい選択をすることだ。ええ、その通りね。そういった意味ではやっぱ心の面ではウィンベルの方が大人だね。クリスベル、君は正しいことをした。未来をいい方向に変えたんだ。お兄さん、お姉さん。あ、そうだった、ごめんなさい。お母さんのところに帰りましょうね。あ、そう、マリオって言えば兄弟のルイージは出るけど、親って概念ないよね。マリオ大丈夫？ありがとう、この子を助けてくださって。力になれてよかったです。まあまあ気分が悪いよ。そりゃ下水道行ったからね。どうしましょう、これ以上悪くならないようにスープを食べなさい。すぐに良くなるわよ。いいお母さんやねえか。でも僕何か悪いもの食べたような気がするんだ。気分が悪い。下水道飲んだ。そろそろ戦死亡のクリストファーの様子を見た方が良さそうだな。よし行こう。いいね、曲がいい。曲調がガラッと変わるのいい。さあお話しすんだかい。どうして母さんと一緒にいないんだよ。クリストファー、なんだよ。手を貸してほしいことがあるんだ。とはいえ今のところ君抜きでもなんとかなっているが。待てよ、何があったんだ。マリオっていう男の子が水に流されたの。助けるためにモンスターと戦わないといけなかったのよ。ごめん、必要な時にそばにいなくて期待に応えられなくて。へこみようがすげえな。クリストファー、どうしたんだ。この人たちは誰なんだ。何でもないよ父さん。クリスベルとウィルヘルム、友達なんだ。ナリムから来た。そうかい、よく来たね。私はアルマンド。君たちが、ナリムからの難民かな。話によれば。いいえ違います、私たちは旅をしていてこの町の大聖堂を探しているんです。ごめん、このことすっかり気を取られちゃってて。大聖堂は、壁の町の中にあるんだ。あの階段を北の方に登っていったところの地区なんだけどね。あー、じゃああの先か。でも誰でも入れるわけじゃない。町に入るには特別な紋章が必要なんだ。幸い僕が一つ持ってる。カバンの桶の紋章を手に入れた。お前、母さんと話をしに行くのか。母さんや父さんに会いに来たんじゃないんだ。クリスウェラはこの町に大事な用があるんだ。僕はそれを手伝うんだよ。そうかそうか、もし母さんに会ったら。いや、いい。あ、さらに入ってきた。なんかなんだろうね、アンラン君っぽいような気もするけど、下町とっていう、下町と城下、あれだね、城内の王家の人の恋かなんかで生まれたのかな、クリステ、クリストファーか。ちなみに、さっきの鍵。セントクラリティの貴族が身につける帽子。これはクリストファーの家族のもの。あーってことはやっぱ母親がそういうことだね。ああ、何の用だ。壁の町に行くんだ。僕は水晶工房のクリストファー。その紋章は、お前、いや、その、どうぞ、お取りください。水晶工房なんだ。やっぱ王家の紋章だから、なんでお前持ってんだっていうことやね。あれ、やっぱ王族なのか？もしや。あ、でも、水晶工房だから、同じのを作ったという可能性があるのか。あー、そっちの可能性があるな。すげえ、なんだろう、ちょっとさ、キングダムハーツのトワイライトタウンっぽいような感覚あったんだけど、違うかな、なんか似てるような気がするんだけどね。あと壁の街って言われると進撃だよね。おお、すげえ。やっぱ上の、そうだね、
こっちは裕福なんだね。貧困の差がすげえな。ようこそここは壁の街。綺麗な街ね。ここで生まれ育つって素敵なことでしょうね、クリストファー。まったくさ、兄さんと僕はあらゆる面倒に巻き込まれたよ。誰かがここの人たちに戦争が起きてるって教えた方がいい。みんな知ってるよ。セントクラリティからはたくさんの兵士が送られたからね。僕の兄さんはその一人だ。クリスタリスを守って死んだんだ。ああ、知ってる。あの日は多くの犠牲者が出たんだ。あの勇敢な人々のおかげで、マッチは今も無事なんだ。今のところはね。目の前の使命に集中しようではないか。大聖堂を見つけねばならんぞ。新たな災厄が降りかかってこぬうちに。そうだね。まあ、あと装備欲しいな。あ、ちょっと待って。クリストファーなの？発明家さんなんだ。あ、右か。おお、すげえ。発明家っぽい。なんだろう、ちょっとパスファインダーに見えなくもないんだけど、あれ。ヘンガーでもいいけどね。アドリー、大きな振り子時計を分化してるのかい？みんなこの子はアドリー。すごい発明家なんだ。いい友達なんだよ。アドリーさん、はじめまして。私はクリスウェル。クリスとクリスなんだ。実を言うと、今は時計の仕事はしてないんだ。もちろん、あれはすごく立派な仕事だけど、ルビーで動く機械生物を作ってるの。ほとんどは遺跡のそばで勉強したことが元になってるんだ。魔法の機械生物だと、まるで古代の伝説に出てくるもののようじゃの。ルビーのエネルギーは確かに豊富だ。誰かが科学を進歩させる、方法を見つけるのは時間の問題のようだな。うん、実際に進歩してたの。エンゾーの予算を減らされるまではね。あいつがルビーの事業に首を突っ込んできたとか言うんじゃないだろうな。まあこれ以上は痛くもないわ。あいつは社長、庁舎にいるわ。きっとお仕事で忙しいんでしょうよ。愉快な人物じゃないか。だがここで重要人物じゃ。いずれにしても話をしてた方が良さそうじゃ。その前に忘れるな。大聖堂を探す仕事は終わってないぞ。あ、そうだった。西にまっすぐ行ったところだよ。見たらすぐにわかる。アドリさん、どうもありがとう。西、どっち？私に賢者じゃないけど、このロボットたちの助けを借りれば、いつか誰もが魔法使いになるはずよ。人間の代わりになると思ってるの？いや、まさか。私はただ、みんなが通常のつまらない仕事を早く終わらせれるようにしたいと思ってるだけ。そうすれば人生楽しめるでしょう。意外と、アドリさん、人のためだったね。バーナド、ほっといてくれ。俺はただここで暮らして、暮らしを立てようとしてるだけなんだ。将軍はそれを禁止するのか？なんか揉めてますね。こっちは？あ、尻尾振ってる。あなたたちセントラクラリティの人ではないにゃんか？失礼。そんなことはいいですにゃん。うちの店にようこそ。新規のお客様プログラムで無料のお土産をどうぞにゃん。でもまだ何も買ってんな。お礼はいいですにゃ。あなたには特別ですにゃん。カバンに機能では。解説、チュートリアルか。最初の装備を手に入れました。これをつけるとメインメニューを開き、装備画面に行くことができますと。じゃあ装備しよっか。装着する装備の種類は他にもあります。ホップの、ものによってはパーティーの特定のメンバーしか装備できません。そうだね。それで、そうだね。何かお探し物ではありますか？なんか時間合成とかあるんだけど。店。購入。釣り切れ腕は。あ、これ。所持数しかわかんないんだ。誰が装備できるとか。あー、ここで変わるね。15000。あー、てことはここら辺。また来るんかな。テント3000。マジでめちゃくちゃ高くね。2000とかだよ。はー、リストが2000か。高えな。
多分これを人数分買うって感じかな。ちょっと待った。でここら辺買いたいんやけど、圧倒的にお金が足りん。一人一個ずつか、装備できても。熱海のネックレスあるじゃん。熱海のネックレスっていつ手に入れた？情報。クリスベルが知っているただ一人の家族である祖母の肖像。アクセサリー系か。なんかキングダムハーツを目指すね、この装備の仕方はね。ちょっと待ってさ、これさ、防具見たときにさ、マーク書いてある。腕はガントレットネックレスか。マークが変わるとかそういうことではないんだね。でも、なるほど。売却も特にするのはないかな。クリスタリスの話は聞いたことがありますにゃん。どんな王国も太刀打ちできないほどのとんでもなく強い武器があるそうですにゃん。少なくともお姉ちゃんはそう言ってましたね。いつかあそこに行ってみたいものですにゃん。残念だけど店は放っていけないのですにゃん。偉いね。ちょっと合成、合成気になる。ちょっと待った。ちょっと話、話よし。なぜか話せれなかった。時間合成。時間の剣。所持金使って強化できるんだ。そういうことね。時間の剣。シールドブレード、薬草家の鎌。鎌なんだ、やっぱね。クリスタルマジックを操る時の賢者のために作られた強力な武器だ。普通の剣のように見えるが、時間そのものを切り裂く力を持ち、使い手はタイムクリスタルを呼び出すことができる。やっぱ全然違う武器だったんだね。じゃあ武器も強化は同じのをずっとしていくんだね。武器の見た目が変わるっていうことはなさそう。ここに行く必要はない。はい。もう魔法使い。ついさっき自分の魔法を使えるってことは分かったの。素敵だと思わない？オリビア大学でどんどん勉強したか、あなたは信じられないでしょうね。何でも聞いて。機械でできた敵はどうやって倒せばいいの？簡単よ。電気を使うの。奴らは気を失っちゃうかもしれないわよ。まず水の攻撃で下ごしらえすればもっと電気弱くなる。なるほどね。賢い。ちなみにさ、それで言うとスキル。復元。回復ゆかんドラを投げ HP を100回復させる。いいね。回復ゆかんドラか。めっちゃこの子気になる。召喚獣かな。装備も変えたけど予想以上にお金がかかるっていうのは分かったね。フラットサイトの人たちは悪いことが起きてるのは自分たちだけだと思ってるんだから。うちらの屋根は雨漏りしてるのよ。考えても見てよ。まあ大変。分かってねえな、こいつら。あれ、こっちでいいの？誰も通すわけにいかないんだ。わかるだろ？あれ、西ってもしかして上？こっちっぽいね。あれはなんか見覚えあるな。向こうに船着き場がある。クリスベル、大聖堂が先じゃ。ちょっと待って。つけておこう。でも話がっつり進みそうだよね。よし、まあ、とりあえずいろいろ見たし、ここまでにしとこっか。よく分かったのは、マリオと下水管が出たっていうことだね。
はい、ということでご視聴の方ありがとうございました。ゲームはチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。